これまで何を基準に中古車を選んでいましたか？中古車の品質の違いが分かりますか？中古車の品質基準、 AIS の品質評価基準は今や中古車業界のスタンダードへと向かっている。10段階評価の分かりやすい品質表示によってユーザーの購買をプロの目がサポートする。プロの認定検査員による300項目以上にも及ぶチェック機能、20年にわたり培われたノウハウと第三者機関としての信頼性、 AIS は厳正かつ公正に検査し、安心して中古車を選択できるシステムを構築しました。その評価基準はメーカー系中古車事業会社との連携により業界標準へ。 AIS 中古車品質評価システム、中古車選びはこの信頼のマークから始まる。AIS 動画をご覧の皆さん、こんにちは。今日皆さんにご紹介しているのは BMW ミニクーパー S です。初年度登録は平成19年4月です。外装色は赤、ルーフは黒、評価は外装 A、 内装 A、 総合評価 4.5 点の車両です。この車はボンネットを交換し、ボンネットに飛び石傷がありますが、それ以外はすっきりとして綺麗な車と思われます。純正のアルミホイールです。ボンネットにストライプが入っています。それでは早速内装と主な装備を見ていきましょう。赤と黒のコンビの革シートです。内装は黒ベースです。リアシートの状態です。目立つ汚れ等もなく綺麗な状態と思われます。フロントシートの脇にちょっとしたシワがありますが、それ以外はとても綺麗です。マルチファンクション付きスポーツステアリングが付いています。マニュアルのフロア6速です。エンジンをかけてみましょう。車外のナビ、そしてテレビがついています。純正の CD がついています。オートエアコンです。今年はね、このキャベツ、あとそちらの大根ね、あと前の方の葉物、小松菜、ほうれん草、あとレタスも、ね、そして下の方に ETC もついています。例年より100円は高いね、高くても180円ぐらい、この柔らかいやつでね。今年は大体今倍近い値段になっちゃうんですよね。大根も例年100円から150円なのが、タイヤ山は全て6分山です。トランクルームを見てみましょう。BM ミニ特有のシートの背もたれの傷もありませんね。
そして荷室もシミ汚れ等もなく綺麗な状態と思われます。続いて下回りの確認です。目立つシミ汚れ突き上げ等もなく綺麗な状態と思われます。エンジンルームを見てみましょう。オイル汚れ、にじみ等もなく綺麗な状態と思われます。以上、BMW ミニクーパー S を AIS 検査員神奈川地区担当がご紹介しました。それではまた AIS 動画でお会いしましょう。ありがとうございました。